はい、どうも、ニョッキーと申します。本日は AKB48 が、新しくアルバムを発売するという発表があり、そのリード曲の選抜メンバーが発表されました。その感想をしていきたいと思います。まあ、映像の発表された映像の方を見ながら、やっていきたいと思います。まずはですね、2024年12月25日水曜日に AKB48 のアルバムが発売決定となりました。このアルバムはですね、AKB48 初となる、昭和、平成、令和を彩ったアイドルソングをカバーということで。で、コンセプトは何でしょうかと思うと、アイドルタイムマシンカバーアルバムという。まあ、どうやら、夏メロのカバーということですよね。はい。まあ、オリジナル曲ではないということですよね。と言いつつも、アルバムのリード曲の選抜メンバーが発表となりました。では、その発表順にちょっと感想を言っていきましょうかね。はい。まずは、小栗有以さんですね。まあ、当たり前ですけども、AKB の現 AKB の絶対的なエースですよね。人気も実力もビジュアルももうトップでございます。総合力で言えば。ただ、ね、最近ドラマでキスシーンをやったことが話題になっていますけども、まあ卒業もねそんな遠くないんじゃないかと、まあおたぎりして、俳優として行くんじゃないかというところを感じさせている日々ですよね。はい。いつまでいてくれるのかみたいなところが、オタクとしては気になるところですね。はい、次。はい、佐藤愛理さんですよね。こいつにちょっと最新シングルのセンターでございます。ある意味というか、現センターということになりますよね。はい。で、そして、運営がもう加入即プッシュしている方でございますので、2番手というのも当然でございます。そして3番手は我らが山内瑞希さんでございます。まあ当然実力、人気、何よりやっぱり性格とかね、態度、振る舞いなどなどね、そこが評価されていると思います。内部でも。はい、3番手です。私の中では1番手でございます。で、次が、倉野成美さんですよね。はい。現在の総監督でございます。当然でございます。そして次が向井地美代さんですね。前総監督で。まあ、総監督になるともう一生、選抜外れないというのが、まあ、これ、シングルの選抜じゃないですけど、まあ、そういうの外れないというのが、もう当たり前になってますね。過去の事例からしても。はい。当然でございます。そして次、千葉エリーさん。この方も運営がもう大好きで大プッシュしている方でございますので、入って当然でございます。次に下尾美優さんですね。下尾さんも運営が大好きで、大プッシュして、プッシュはそこまでしてないですけど大好きなので選抜に入ります。そして水島美優さんですね。この方は人気がね、人気を確実に得て運営に入ってきたというね、この方は頑張って人気を勝ち取ったという感じがあります。そして続いて橋本恵理子さんですね。元選抜メンバー、シングルの選抜メンバー経験者でございますので、またね、特定のファンからの人気もございます。はい。そして秋山優奈さんですね。18期の中でもう安定の人気があるメンバーですので、もちろん現在の選抜メンバーでもありますのでね、私も好きな方なので応援したいです。そして次が八木あずきさんですよね。もう大変話題になっているように、もう次期の選抜センター、これはもう確実と言われております。センター確実と、次期センター確実と言われています。おそらくシングル発表と、今度
新シングル発表となった時にはセンターなんじゃないかと言われておりますので、ここは期待したいというか、まあセンターとなったとなってもまあ驚かない、そうでしょうねというところですね。はい。そして次、はい、大森真帆さん、この方もまあ運営がね、誰がどの運営なんでしょうかね。あ、大好きでプッシュしてお気に入りのメンバーなんですけどね。はい。次、そして鈴木くりみさんですね。ここがねポイントですよね。先日発表された新公演の選抜メンバーが発表されましたけども、そこでも選抜に入っていて、ただシングルの選抜は今まで一回も入ったことがないということなので、逆に考えると次のシングルの選抜メンバーには入るのがもうこれでもうほぼ確実になったんじゃないかなと私は思っております。はい、個人的にも応援しております。さあ続き、武藤おりんさんですね。ここが面白いというか興味深いところですよね。ファンの人気としてはかなり下の方だと思うんですけども、先日ですね、姉の武藤トムさんと同じ生島企画でしたっけな、生島ひろしさんの事務所に入ったというところもあり、ポケモンの番組にはもう数年前から常連で登場してて、ポケモンのなんか大会とか番組とかいろいろ出まくってて、最近にはさらに格闘技の番組とかイベントにも出るようになってて、いろいろ外仕事をすごくこなしている、頑張っているところが、まあ、ご自身でも今日の挨拶でおっしゃってましたけどね、そういうところが、認められて入ったんじゃないかなというところと、まあ、アルバムだから入ったというところもあるんじゃないでしょうか。その辺事務所への配慮というのもあると思います。はい、次で、ここで岩立沙央さんですね。前回のシングル発表の時に結構なんかね、なんていうか恨み津波までいかないですけども、まぁ、ちょっと発言があって、選抜に入れないことの発言があって、かなりバズった方ですよね。そして先日30歳になられましたというところもあって、でさっきも言いましたが、今回アルバムのリード曲の選抜ということなので、そこのガス抜きとしてこう入れてあげたという運営の配慮なんじゃないかなと思います。逆に言えば選抜にはシングルの選抜には入れないよ、でも この曲はアルバムのリード曲だから頑張ってるから入れてあげるか、頑張ってるからというか、まあ売り上げはねすごいんですよね。握手の売り上げはもう選抜メンバー以上に売り上げてるし、そこの貢献度も踏まえて、そして世論とかのことも考えて、ガス抜きとして入れてあげたというところもあります。個人的にはね私も握手行ったことありますし、30歳にしては本当に若々しいし可愛いしっていうところで、よくあっておめでとうございますと、これについては言いたいと思います。次、はい、そしてセンターはというところで、村山優里さんになりましたと。まあこの方はもう人気というところではもう圧倒的トップでありまして、世間の知名度はないものの、まあ、AKB ファンの中ではもうトップの人気というところなので、そういったところも何回も言って恐縮なんですけども、ガス抜き的な部分があって、入れたということになるんじゃないでしょうか。はい。まあこの方もまあ貢献してますからね、運営に関しては売り上げなので、だからそういったところも考慮して入れたということになりますかね。はい。そしてこのアルバムの発売をね記念して、
大写真会開催決定ということですね。はい。これはちょっと本当に久しぶりの握手会、写真会で、この写真会というのは、メンバーとファンが横に並んで写真を撮れるという、ね、俺このメンバーと会ったんだぜ、写真もあるぜというふうに言えるというのが特徴でございます。まあ、ちょっと、今ちょっと調べるの忘れちゃったんで恐縮なんですけども、前回って2016年とかそのぐらいだったと思います。自分は、その時、応援してた大森美優さんとか、あと、山本さやかさんとか、と写真を撮った記憶がございます。その時はまだ AKB グループでやっていましたので、はい、その写真会が、久しぶりに行われるというところで、私もぜひ今回は、山内みずきさんと初のツーショット。まあ、写真集の企画で、チェキを撮れる予定ではあるんですけども、まあ、写真会としては初の写真を撮りたいと思って申し込みたいと思っております。さあ、振り返りますと、しつこいですけども、これはアルバムのリード曲の選抜ということでございます。で、アルバムのリード曲って何だというのが気になりますよね。カバーアルバムではあるんですけども。まあ、一曲だけオリジナル曲が入るんじゃないですかね。で、それの選抜みたいなことなんじゃないでしょうかね。はい、そう思いますね。ということで、今回は、アルバムの発表と、そのリード曲の選抜メンバーの発表の感想でございました。ありがとうございました。